本日は泉岳寺に向かっております。何々永遠に出口をエレベーターで上がってね。おや、見えてきた。泉岳寺駅でございます。おっと、高輪ゲートウェイ駅も目の前に見えるね。みんなあれがね、泉岳寺だよって言うんだけど、そうなのかな。あれ、稲荷神社って書いてあるね。なんだか入れそうなので上がってみるよ。御朱印は受け付けておりません。なんだか富士山が見えても良さそうな眺望で、こちらが稲荷神社ね。なんだか珍しく紐がついておりますね。お邪魔します。私の願い叶えてね。しかと受け取ったぞよ。よろしくお願いいたします。この提灯がね、印象的なのよね。なんなんだろうねこれ。おや、ここの狐さんはくっついておりますね。君たちはツインレイなんだね。私のツインレイは一体どこにいるのかしらね。さてと、ここは泉岳寺ではなかったので、本物の泉岳寺を探しに行くぞい。おっと、都営バスの駅がございますね。お、なんだかそれっぽいのが出てきたなと思ったけど、なんだ、中学校、高校、山松万運、読めない。泉岳寺ではなかった。甘酒発見。やってそうだね。ま、おしるこはない感じね。で、隣は閉まってるしね。その隣も閉まってるしね。お土産にまんじゅうぐらい買って帰りたいけど、お、買えそうだね。ここは空いてはいるけど、なんだかめっちゃ買えなそう。なんだかわかんないしね。なんだ、勉強できるってか。新選組って感じ？この銅像が気になるけど、お店だね。何屋さん読めないよ。はい、ランチ3000円です。安い。ランチはやっぱここで決まりだよね。お、泉岳寺発見。お、どなたですか、レレレのおじさん。お邪魔しますよ。はい、裏から見るとこんな感じなのね。おや、ペンギンちゃん発見。あ、頭が良くなる煙かな。煙出てない。頭良くなれないよ。ペンギンちゃんこんにちは。何、ここには置かないでください。中にお入れください。そうだね、ペンギンちゃんのご飯はお口にあんしてね。ペンギンちゃんのご飯はここにあるよ。100円だよ。ちゃんと焼いてあげてね。ピカーン、輝いておりますね。素敵でございます。
毎度お邪魔しております。何、お墓？まあお寺だもんね。おや、水金窟発見。水金窟マニアとしては外せないスポットだよね、フニータ。どんな音がするかな。ヘリコプターうるさい、聞こえない。地染めの梅、地染めの石、何、切腹した時の血が飛び跳ねたの。わお、首洗い井戸。おお、なんだか生々しいね。おお、この場所は君にぴったりだね。はい、輝いておりますよ。素敵な声。入り口って書いてあるからね。なんだかわからないけど、とりあえず入ってみましょうかね。こんにちは。はい、あの撮影禁止ですか？ YouTube はちょっと禁止なんで。なるほど、了解でございます。 YouTube は困るんだってさ。なんで？なんで困るの？残念。じゃあ帰りましょうかね。まあ、紫陽花に癒されたからありがとう。持て余した時間、お次はどこに行きましょうかね。これは仙岳寺ではなかったですよ、皆さん。お稲荷さんでございました。